お花紙で作るカーネーションの花束です。壁に貼れるようになっています。使うのは赤いお花紙4枚。これを半分に折って、折ったところを切ります。重ねたまま屏風折りにして、それを広げると一気にたくさん作ることができます。これはビニタイと呼ばれる結束バンドです。緑色のものを使いましょう。屏風折りしたものの真ん中に結束バンドをかけて、真ん中でキュッと縛ります。先の部分をギザギザに切ったら、横に引っ張って伸ばします。この時、結束バンドが下側に来るようにしましょう。花びらを広げたら、まとめて根元の部分をキュッと握ります。これが額になります。緑色の画用紙5センチ幅のものをジグザグに切っています。これに糊をつけて、先ほど作った花の根元をくるりと巻きます。付け根の部分は指でしっかり押さえてくっつけてください。これを開けば花の出来上がりです。花を短めに切るとつぼみができます。葉っぱは細長く切ったものを屏風折りにして、それをジグザグに切って作ります。レースペーパーを2枚こんな風に貼り合わせたら、3枚目は4分の1切り取って少し上に貼ります。そこにカーネーションと先ほど作った葉っぱを交互に貼っていきます。三角形になるように貼りましょう。ここまでできたらレースペーパーを貼り合わせます。下に切り取った部分で三角形を作って貼ってください。最後にリボンをつければ出来上がりです。糊が乾いたら両面テープや押しピンで壁に貼って飾ってください。